い、皆さんこんにちは。ゆうひとのトニーです。運を動かすと書いて運動なんて言われますけど、体を動かすこと、特にクロスフィットがなんでですねそんなにいいことがあるのか、まあ、僕にとってはもうなんか最強のポジティブサプリなんですけども、なんでそう思うかっていうところを今日はねみんなにお話したいなと思います。僕がクロスフィットに出会ったのは社会人になってからなんですけども、なんか社会人になってくると人生思うようにいかないことばっかりだったり、全然仕事がうまくいかなくて楽しくなかったりとか、で学生の頃と違って社会人になると結構ね環境も変わって自由な時間もなくなって、まあ、辛いこと楽しくないことが増えてくると思うんですけども、僕が社会人になってクロスフィットやって、本当にクロスフィットがね自分をポジティブにねしてくれたんで、じゃあなんでねそのクロスフィットが自分をねそんなにポジティブにしてくれたかということを今日は3点ねお話したいなと思います。1つ目がクロスフィットはですね、単に体を動かしてそのね1回の運動で、まあ、達成感を味わえる、まあ、それよりももう少しですねそのクロスフィットの運動の中にこうプロセスがあるということですね。特にまあそのプロセスにもこうゲーム性があって、ちょっとね、まあ、昔思い出してもらうと、特にゲームとかやった人なんかは、ね、ロールプレインゲームとか多分面白かったと思うんですけど、なんか自分がこう一つ一つ課題をクリアするごとにこうレベルアップして、でまた新しい課題が来てレベルアップして、で最後になんかねボスを倒すみたいな、そんななんかプロセスと自分が成長を味わえる感覚、そういうのがあったかと思うんですけど、それがクロスフィットにはあるということですね。まあ、クロスフィットって最初はなんか本当に簡単なね誰でもできるような動きから始めるんですけど、本当に奥が深くて、一つの体操の動きだとか、例えばバーベルを使った動き、こういったものをとっても本当に基礎から応用まですごく奥深さがあって、最初は簡単な動き、または軽い重さで始めるんだけど、まあ、少しずつ慣れるごとに新しくねコーチから難しい課題を与えられたりとか、じゃあもう少し重いものでやってみようとかっていう形で、ね、自分のレベルに応じてどん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 新しいねチャレンジする、そんな課題があるので、まあ、それを少しずつクリアしていくっていうのがすごい楽しみになりますね。で特にビジネスってやっぱり自分でね頑張ってても外部要因とかがあって、自分でこんだけ頑張った、あれこれってここクリアできるはずだよなってところが、まあ、外部要因でそれがダメになっちゃったりとか、そういうところがよくあったりすると思うんですけど、クロスフィットに限ってはちゃんとプロセス踏んでやっていれば基本的にはやっぱ結果がついてくるので、そこはすごくそのプロセスを楽しんで自分が成長できる過程を楽しめる、そんなフィットですかなと思います。2つ目は、人間ってね自分だと限界超えれないと思うんですけども、それをクロスフィットに来てもらうと、まあ、クロスフィットって1人じゃやらないので、ね、そこにコーチの人がいて、また周りにメンバーさんがいて、全員でやるので、そのコーチとかメンバーさんにこう引っ張ってもらうことで自分の限界をどんどん超えていける、そういうメリットがありますね。やっぱりね人間一人だとね弱くて妥協しちゃったりとか、自分で限界を超えるって難しいと思うんですけど、クロスフィットに来てもらって、ね、みんなでやって、で自分の限界を超えてもらう、そういう経験をしてもらうと結構いけるじゃんと、自分ってまだ限界を超えるじゃんっていう、そういうなんか経験ができると、まあ、それってやっぱ仕事にも生きてきて、ね、仕事でどっかつまずいたりとか、ちょっともうこれ辛いなっていうところでも、いやクロスフィットでこんだけやれてんだから自分は仕事でもこれだけできるっていう、そういう自信にもつながるので、まあ、そういったところですね、クロスフィットと仕事のつながりでやっぱりポジティブにどんどん回っていくっていうところがありますね。3つ目なんですけども、クロスフィットに来ると自分が今まで出会ったことないような新しい人がたくさんいるっていうことですね。基本的にね会社行って、特にね営業とかそういうのがなければ、朝からね夜までずっと会社の中にいて、まあ、毎日同じ人たちと会話をしてコミュニケーションして一日過ごすっていうことなんですけども、これやってるとなんかどっかのタイムで結構毎日同じこと喋ってるなとか、毎日同じ価値観の中で自分は生きてるな、ちょっとねそういった悩みとか持ってくると思うんですけど、クロスフィットに来るといろんな人、今このユーフィットでも、まあ、海外からね来てる人もいっぱいいるし、本当に自分で仕事をされてる方もいるし、まあ、そういった形で本当に自分が今まで触れたことない価値観とか考えに触れることができるので、そういったものに触れることで自分の考えもちょっとこうやって変えてみようとか、自分もちょっとこういう人たちを見て、ね、会社の中での働き方を変えてみようとか、そういった形ですごくポジティブな考え方を持つことができるので、これがもう3つ目の良い点になるかなと思います。でまあ、こんな感じでクロスフィットってねトレーニングではあるので、まあ、もちろんねフィジカルね体はすごく鍛えられるんですけども、それ以上にやっぱりメンタルの部分ですね、すごくやっぱ前向きになれるとかね、考え方が変わってくるとか、すごくメンタルの部分で鍛えられる、まあ育っていくっていう、そんなところがですねクロスフィットのね一番の良さかなと思います。こういったクロスフィットで育ったメンタル、これってやっぱりまあクロスフィットの中だけじゃなくて、まあ今後ね皆さんの人生とかね仕事においても生きていくと思います。まだねクロスフィットやってなくてちょっと仕事で行き詰まってるなって、そんな方がいたらぜひクロスフィットをやってみて、それをまた仕事に生かしていく、そんな体験をしてもらえたらと思うので、ぜひ一緒にクロスフィットやりましょう。それではご視聴ありがとうございました。ユーフィットのトニーでした。